ブームちょっと行きましょうっていうことなんで、なかなかの男気というか、幸せになった人が増えたね。既読する状態、おやすみなさいに関してはもうませでしょって言えたいけどね。おはよう、おーくしゃテリアじゃん、無限やん。引退ということで、もう歌えない、気持ちいい。愛について語ってるそのピュアな時間、自分の目と自分の心の目で見たものを選択して生きていたいっていう、なんかただそれだけなんだよね。鳩とかを追いかけてるわけよ、うんうんうん、取ってどうすんの、うん、でも子供はマジで捕まえようと、うんうん、で取った後のことを考えて、カラ君ちょっと、うん、あの話の愛の領域から今めっちゃでかくなってる。あ、ごめん。